どうも、レオンでございます。今回もですね、我らが日本代表コスタリカ戦、それの A 級戦犯である、権田について語っていきたいなと思います。はい、皆さんご存知でしょうかね。コスタリカ戦は1対0で負けました。はい、で最後のシュートを打たれましたけども、やはり権田だから止めれなかったんです。はい、権田ってのは小さいんですよ。187しかないんですよ、キーパーなのに。はい、今の世界の標準は190なんですよ。であれシュミットだったら弾けたんですよ。はい、100% なんで。でも森保はシュミットを使わないんですよ。なぜか分かりますか。権田のことが好きだからです。はい、このカタールワールドカップね、ビッグイベントですよ。4年に1回、日本サッカー界の命運がかかってるんですよ。でもそこで行われてるのは森保のお楽しみ会なんですよ。森保が好きな選手を使うんです。そして負けました。こんなことあります？シュミットで行けば必ず止められてたんですよ。でもシュミットは使いません。なぜなら森保が権田が好きだからです。大事なことは勝ち負けじゃないです。好きかどうかなんです。それがすべてです。びっくりせえへん。びっくりするよね。マジでびっくりしてんけど、本当に。何をどう思って権田なのかって。実力ないんですよ、権田って。でも森保は好きなんですよ。でもどの部分が好きなのか俺にもわからないです。それは森保じゃないと。でも森保は大好きなんです。愛してるんです、権田のこと。だから、あんなミスセービングがあっても、また次の試合もスタメンになるでしょ。うん。ただもう、マジで死刑やけど、本当に。次、権田、スタメンにしたら本当に。ハイキック食らわそうかなと思ってください、本当に。いや、ほんとね、やらかしましたね。はい。まあ、一戦目もね、結局、権田やらかしてるんですよ、しょっぱな PK 取られて。うん、やっぱり実力不足なんですよ。考えて、J2 で出ないね、あいつの所属するチーム。J2 に行くようなチームのやつのキーパーを、日本の守護神として使ったよね。やばくね？やばいよね。明らかにやばいよね。いや、そのマインド。森保にしか見えない何かマインドがあるんですよ。なんか基準があるんですよ。まあおそらく俺が思うんですけど、まあ真面目かなっていう感じがするんですよね。なんか何言われてもはいって言いそうなイエスマンっていうか。だからサッカーの実力あんま関係ないと思うんですよ、森保の場合。先行はね、まあその基準が分かりやすいのが鈴木馬、まあもちろん代表に選ばれるほどのパフォーマンスしてないのは事実なんですけど、一切行かなかったですよね。だから真面目じゃないってことなんです、森保からしたら。真面目かどうかが一番大事なんですよ。お前ベンチなって言っても、一切腐らずにね、頑張れた選手。まあもちろんそれ大事なんですけど、それだけで選んでるんですよ。だから、日本は負けました。コスタリカ戦でやらかしました。で、とりあえずね、権田俺の動画見てると思うんで、権田、お前は、もう自ら森保に辞退しろ。次の試合シュミットで行ってくださいって。うん。お前次の試合先発やったら、まあ、お前もう、どやくんなんぞ。日本の汚点やぞ、お前の存在は、マジで。うん、みんな分かってるから、お前じゃねえなって。うん、ジョーも言ってたよ、お前が一番点取りやすいって。マジで。だから、次の試合は、もうシュミットが正ゴールキーパー、政治権。お前自体せえ、マジで。そしてもう日本帰ってこい。恥ずかしいから、お前の存在は。うん、お前ら顔見てるだけで、こう、イライラする。マジで。なんか日本人として恥ずかしい。正直、お前マジで恥ずかしい。うん、だから、辞退しろ。もう今から辞退しろ。マジで。